1880年代半ばのアメリカ合衆国長老協会東京ミッションのメンバーの家族の集合写真アメリカ合衆国長老協会はアメリカ合衆国にかつてあった長老派協会の教派であるアメリカ合衆国の独立後の1789年に形成され1958年まで存在していたピークスサの最初の大会は1789年 フィラデルフィアで開かれた。そして聖書に従属する基準として、ウェストミンスター信仰告白ウェストミンスター大距離問答、ウェストミンスター小距離問答を採用した。ウェストミンスター信仰告白は合衆国に合わせて、若干修正された。第二次大覚醒リバイバルの時に、カンバーランド長老協会はピークスサから分離した。1836年に、ニュースクール派。 音犬カルビニズムとオールドスクールに分裂した。1869年に再合同した。1861年に、米国南部の州の長老協会は、奴隷問題のためピークスサから離れ、合衆国長老協会を形成した。南部でピークスサに留まった協会は、しばしば軽蔑的に、北部の協会と呼ばれた。1906年に、カンバーランド長老協会の多くがピークスサと、 再行動した。その際に、ウェストミンスター信仰告白は、ジョン・ウェスレー派のアルミニウス主義の影響を受けて、修正された。ピークスサは1922年から1936年に、聖書の霊感と、ケニー、信仰告白、禁酒運動をめぐって、キリスト教根本主義と、近代主義者との重大な論争を経験した。この論争によって、ピークスサから分離した。 保守派は政党長老協会を形成した。これはピークス差における最初の保守派の質馬になった。1958年に北米長老協会と合併し、1983年、さらに現在の USA 長老協会が形成された。ニュースクールとオールドスクールの分裂の翌年、1837年に、それまでのようにアメリカンボードに参加する形で、 宣教師を派遣することをやめて、オールドスクールで独自に海外伝道局を設置した。その時の最初の宣教師の一人が、ジェームス・カーティス・ヘボンである。1854年に、徳川幕府と米国政府の間に、日米和親条約が締結されると、最初に、新国在住の宣教師デビー・ボサン・マッカーティに、日本へ宣教師として渡航するように命じた。しかし、 一般人の日本渡航は許されず、失敗した。1858年7月29日に、日米修行通商条約が締結された。その第8条により、キリスト教宣教師の来日が可能になった。そこで、海外で遠道局では、自ら志願した平凡と、新国在住のジョン・リビングストン・ネビアスを、日本宣教師に任命した。ありがとうございます。